ポコニャチは。今日は久しぶりにどこまでマリオチャレンジ。ええー、いつぶりだいたい。多分1年9ヶ月ぶりくらいかと。なんでお前はそんなに日を開けるかね。いやーごめんバトルがメインになってるからね。さてやっていこう。お、これは、すぐそこに鍵があって、よく見たら2つ見えるんだぜ。もしかしたらいくつか集めながら進んでいくのかも。うへぇ。何個あるのやら、取りこぼしのないように進まないとね。ちょ、これまた厄介なボム兵の集団。んまあしばらく待てば間に入れそうだけどな。そして案の定鍵もそこにあるわね。ボム兵たちについていけば。オッケー、1つ目をゲット。間違って足場を破壊しないようにしなきゃね。落下死する可能性があるからね。さあ鍵ドアはどこにあるんだろうな。かなり進まなきゃないのかな。てかこれ、レールに沿ってボム兵もついてくるわよね。せやな、ってことはまた追いついてくるか。避けるのは簡単だから問題ないね。で大量にコインがあるからフリーアップを狙えるじゃない。いやこの感じ懐かしいな。てか、すぐそこにゴールがあるね。あのさ、さっきのボム兵を使えば無理やりゴールまで開通できるんじゃ。おー確かにズルニャンができるじゃねえか。ふ、それはね。編集中に気づいたんだ。いやまだ見たいことを。ってことは今回は普通に行くのね。それより、四つ目の鍵を取ったら弾かれたよな。ってことはこれ以上集める必要はないのね。OK だったらひたすらゴールを目指すだけだね。この感じ裏エリアに行くのかしら。まだまだ長かったりするか。あった鍵ドアじゃない。よし、この土管に入ったらゴールだよね。思ったよりも簡単なコースだったな。当たりを引いたわね。10コインは何枚か欲しい。うん、3枚は上出来じゃない。最後に目押しではワンアップ。おー、3アップ。いきなりノーミス3アップからのスタートなんて、幸先が良すぎるんだぜ。今回でかなり残機を増やせるんじゃない。いや、調子に乗るといいことないからね。そしてお前失敗してんじゃねえよ。いや、思った以上にギリギリに配置してるんだって。かなりの助走が必要だな、このコース。なるほど、ノーブレーキの方が行きやすいと。んでも先が見えてないと怖いけどね。幸いやられ要素はなさそうだからありがたい。オッケーオッケー。あ、上に50コインとワンナップキノコ。でおい、これって上から行かなきゃ取れないんじゃね。だって矢印が下に行けってなってたし。なんならこっちから行けない。いや、風だらけで危ないぞ。うん、多分これも大ジャンプでギリギリ届く配置でしょうね。さすがにリスクがありすぎるからやめとくよ。そしてここにアンマータ落っこちて。ごめんってちょっとでも止まっちゃダメなんだね。よーし、今度は届いた。ナイス中間ね。へ。だがここからは穴が、失敗が許されなくなってきたわね。おっと。ここから一気に。いや、ほんとギリギリだな。ここも結構大変そうだけど。ノーブレーキで行くしかない。じゃあ、よかった、ギリギリ届いたね。さあ、裏エリアだが。よし、ちょっとだけコインが取れるわね。これでギリギリもうワンナップできそうか。よし、あとゴールボールてっぺんでまたスリーアップできるね。ま、ノーミスでいけたらの話だけど。いや、これは本当に失敗したら終わりでん。いや、なるほど、そういう感じか。勢い殺しちゃったけど大丈夫？よし、届いたな。あー、ゴールじゃない。いや、これは止まれないや。ま、あの配置はしゃあなしやな。でも具だった割にはノーミスで突破できたじゃない。なかなか怖いコースだった。て、なんだここ。ああ、ワンナップキノコが3つあるわ。おお、この時点でもう3アップ確定じゃねえか。でもさっきちらっと見た感じ難しそうだったんだよね。確かに。甲羅の壁当てジャンプとかあるかしら。あるとしたらパスも考えた方がいいね。ちなみにお前は悔しくて何度も挑戦しまくるから一気に残機が減るっていう。回数制限は決めておいた方がいいわよ。んじゃあ5回ぐらい。でもこれ、思ったよりも簡単そう。でもこういうのって後半に行くにつれ難易度が上がってくだろうし。一発で突破したらかっこいいよね。まあさすがに無理だとは思うが。出会いと中継という言葉を知らないの。こういうのは一気に行った方がいいんだって。ま、気持ちはわからんでもないが。見てるこっちがヒヤヒヤするのよね。でも今ゾーンに入ってるからさ。そのゾーンがいつ消えるか心配なんだぜ。永遠に続くかもよ。私だったら絶対に嫌だわ。で、あーマジかよ、もうゴール。よし、最後のグラパにさえ気をつければ。じゃあ、ノーミスだ。本当にいけるなんて。でおい、このコースもヤバそうだぞ。まさかに10秒しかない。トゲゾウが大量にいるから3アップも狙えそうだけど。ダメだ、倒してる暇がない。ちょ、これスターの効果が切れちまうんじゃ。あー、でも画面端よ。この隙間を通ればゴールに繋がってると見た。いや、ギリギリだな。でも本当にゴール。ふぅ。一発クリアはしたけど。ノーアップだったのが残念ね。んまあしゃあなしやな。このコースで80機に乗せちゃおう。で、ちょっとね、隠すとか。しまった、早く乗り移るべきだった。そもそもブロックの上に乗らなきゃダメなのか。で、これ下に落ちたら二度と上がれないタイプじゃない。あー、この時点で積んでるってこと。ってことは最初にやったブロックを伝っていくのが合ってたのか。ワンチャンしたからでも進めるなんてこと。いや、このバブルを突破するのは無理だろ。く、まあやることは分かったから。長いコースだったらやばいわね。そこまで集中力が持つかだな。言ったじゃん、ゾーンが永遠に続いてるって。いや、だったらやられないでしょ。ゾーンに入ってもやられないとは言ってない。全然意味がないじゃねえか。それより、カロンを使ってワンナップが狙えそう。いや、これ数的に3アップまで行くんじゃない。よし、3アップしてクリアしたらプラスなんだぜ。あ、これバブルに当たりそうだった。よし、ここからミスっちゃダメよ。さあ、裏エリアだが。よし、キノコが取れるのはありがたい。
あ、これってもしかしてオンオフスイッチを交互に押してく感じ？無限にキノコが取れるのはありがたすぎるんだぜ。なんならこっちでフラワーが。いやすぐにダメージ食らってるし。やっぱりあんたの能力は健在ってわけね。そう全然嬉しくない。地味にクッパジュニアも炎を吐いてくるから厄介。やられるんじゃねえぞ。よし、あと一回。いやめっちゃ時間かかってない。実は間違って土管に2回も入ったことは。ちょっとそれは言わないお約束。要するにポコニャンはおバカチンってことね。鏡ジャンプしようと思ったら土管に入っちゃったんだって。さあここは。お、50コインがあって。フラワーを維持できたら3アップできたのね。んまあすでに達成してるからいらねえな。よしゴールね。てっぺんが空いてるからここに。よーしゴール。やったな、80機に乗ったんだぜ。このままカンストまで持っていけるかしら。ちょっと待ってこのコースもしかして隠しブロックがあったり。うん。確かに怪しさはあるが、入り込んだら閉じ込められる的な。いやそうなると全てが疑わしくなる。だが、孔明っぽいのはなさそうだが。ああもう面倒だからないと思っていくわ。ま、とりあえず鉄球に当たらないように気をつけましょう。さすがにアイテムは取れないよね。うん、期待はできないかもね。でおい大丈夫か。ここまで弾かれたからセーフ。ああ、これは。勢いで行くもんじゃなさそうね。ちゃんとギミックを理解してから進まなきゃか。でも僕はリズムでホイホイ行きたいっていう。病気だもんね。いや病気ではない。さすがに上り坂は上がってこれないから。この鉄球は見送りましょう。で、あとこれはやばい。おお、よくかわしたんだぜ。今のはやられてもおかしくなかったわね。さあ結構進んできたが裏エリアはこのままゴールでもいいんだよ。まだワンナップもしてないけど。で、裏目を持っちまったか。じゃあやったぞゴールだ。今のはおかしいって。なんでバネを持ったままいけてんだよ。諦めなくて本当によかった。さあ飛行船ってことはボス戦があるかしら。だとしたら万全の準備を整えたいが。みんな逃げにここは厄介。パックンの配置がなかなかポコニャンね。いやらしいって意味だぜ。おっとそれよりクッパジュニアが。いやそんなところで戦うのはまずいって。あちょっと。とまあ問題なく倒せましたよと。いや問題だらけじゃねえか。もう、今回71スタートだったのに、あんなに増やしたが結局たったのプラス2。いやでも増えてるからいいんだって。それよりほら、中間でフラワーをゲット。いやこれもしやられたらその後がきつくない？チビ状態で攻略しなきゃダメだもんな。大丈夫、今回でクリアすればいいんでしょ？って言いながらダメージ食らってんじゃねえよ。いや今のは脳幹で。なるわけないでしょ。まあ、あともう一回食らえるしね。どうせまたすぐに食らうのがオチなんだろ。なことないって。てか、今ヨシオさんが生まれる音が聞こえたわよね。とりあえずクッパジュニアは倒したけど。ん、奥にクッパがいるわね。こっちのドアは？いや、無限で帰るなし。なるほど、鍵ドアに入ってヨシオさんに乗ると。いや、危なかったな。あ、ヨシオさんと思ったらヨシコちゃんだったのね。ってことは炎を吐きまくってクッパを倒すのか？フラワーを残しておけば3方向に吐けたのに。ああ、もうごめんって。てか、これって上から行けたりする？だとしたらめちゃくちゃ有利なポジションから攻撃できるが。いや、ここからだと攻撃が当たらないって。そもそもこれ、上から飛び越えられるよね。倒さなくてもいいのかしら。いやーゴールがあるんだぜ。じゃあありがとうよしこちゃん。なんとか2アップね。ダイジェストがもったいなかったな。